皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はですね、ボディービルとかフィジークの大会の階級、どんな大会があるのかなということについてお話をさせていただければなと思います。まあ、私ですね、 JBBF のキングオブフィジーク大阪という大会のクラシックボディービルという部門でオーバーオール優勝をさせていただいたことがあります。ボディービルを知らない方に話をすると、オーバーオールって何なんってよく聞かれたりするんですよ。で、ボディービルの階級ってどういうふうに分かれてるのいうふうに聞かれたりもするので、今回は、JBBF の大会についてお話をさせていただくんですけども、私の知ってる限りでフィジークとか、クラシックフィジークとかボディービルの大会がどういう形でクラス分けをされているのかっていうことについてお話をさせていただきたいなと思います。ではまずですね、人気のフィジークの方から行こうと思うんですけども、フィジークは身長順に分かれてます。出場者の人数によってそのクラス分けって若干違ってくるんですけども、出場者の多い大会なんかでは168センチ以下級、その次が172センチ以下級で、その次が176センチ以下級で、その次は176センチ超級っていう感じで分かれてる大会があったりします。人数の少ない時は172センチ以下級と172センチ超級、この2つだけだったりとかあったりします。で、オーバーオールっていうのはこの各階級のチャンピオン同士で審査をして、このチャンピオンの中での1位を決めるっていう審査になったりします。例えば各階級でオーバーオール審査がある大会、ない大会あったりするんですけども、オーバーオール審査がある場合はそのチャンピオン同士が出てきて、またオーバーオール審査をして優勝した方がオーバーオールチャンピオンっていう形になります。他にも階級分けがされてない大会っていうのもあったりします。 JBBF ですとフィジークのグランドチャンピオンシップスがそれに当たるんですけども、そういう大会はオーバーオールの大会っていう風に呼んだりします。クラシックフィジークについてもフィジークと同じように身長順に階級分けがされています。ボディービルに関しては体重別のクラス分けが一番一般的です。例えば大阪クラス別とか東京クラス別っていうような大会なんかでは55キロ以下級、60キロ以下級、65キロ以下級、70キロ以下級、75キロ以下級、75キロ超級みたいな感じでクラス分けがされてます。なので体重別で分かれているので、身長は関係ないっていう感じですね。その体重だけクリアしていれば OK っていうような大会があったりとか、オーバーオールの大会でいくとジャパンオープンとかですね、ミスター日本、日本選手権なんかは体重全く関係なしで競い合うので、オーバーオールの大会っていうふうに言ったりします。私が出ていたクラシックボディービルっていうのは、実はボディービルの中でも身長別に階級が分かれてます。数は少ないんでなかなかね、知ってる方多くないと思うんですけども、このクラシックボディービルの全国大会もあって、日本クラシックボディービル選手権というのがありまして、弊社の上野がですね、今年の日本クラシック180センチ超級だったかな、で3位になったりしてます。で、私はその身長順にクラス分けがされている大阪の大会でクラス優勝しまして、その次のね、オーバーオール審査でもありがたいことに優勝させていただきまして、オーバーオールチャンピオンになったっていうことなんですけども、こういう感じでですね、フィジークとかクラシックフィジークとかボディービルの階級分けっていうのはされていますよというお話でした。他にも何かね、知りたいことがあればコメント欄に書き込んでいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。